グラフは、ドイツの U ボートン型潜水艦の一隻。本艦はもともと、ドイツ海軍の U-570 であったが、第二次世界大戦中に、A 海軍に露隔された後、A 海軍の潜水艦として収益した。大戦中に、A 独領陣営で実戦に参加した、唯一の U ボートである。u 百七十は、1 9四0年五月十一日に、 ハンブルクのブロームウント、フォス社で寄港され、1941年5月15日に、収益した。短い試験をいくつか実施した後で、バルト海での収益公開を行い、その後ノルウェーに移動して、短期間の訓練公開と、魚雷発射訓練を実施した。7月25日に、U、U-570 は、トロンハイムの北約1 3トルにある。 トロンハイムフィヨルドのロフィオルデンの U ボート基地へ移動した。1941年8月の終わりに B 極ドイツ海軍の暗号解読組織マイナスはアイスランド南の北大西洋海域に大規模な連合国軍の小船隊が集結していることに気づきカールデーニッツ提督は16隻の U ボートに当該海,海域へ向かうことを命じた。 U-570 はその中の一隻であり、8月24日の朝に最初の実戦紹介へ出航した。予定された作戦では、フランスのラパリスにある U ボート基地へ赴く前にアイスランド南の海域を紹介し、4週間の航海を予定していた。U-570 艦長のハンスヨアヒムラームロー隊員は、 経験豊富な海軍将校であったが、U ボートに転属してきて間がなく、それ以前は、砲術と沿岸防衛が専門であった。ラームローは、訓練艦の U-58 の艦長を務めたが、実戦紹介任務の経験はなく、同様に、専任士官は、駆逐艦乗り組み後に U ボート部隊に転属してから、わずか数ヶ月しか経ておらず、 実績士官も配属されて間もなく、経験がほとんどなかった。機関長のみが、U ボートでの実戦紹介任務の経験を有する、唯一の士官であった。下士官は、数年の海軍勤務の経験がある一方で、徴兵された兵員の多くはわずか数ヶ月の、U ボート訓練を受けた新兵であった。U-570 乗組員のほとんどは、 実践経験のないもので占められていたが、これは当時としては珍しいことではなく、U-501 から救出された乗組員に行った。英国側の尋問では、U-501 配属以前に、実践紹介の経験を有するのは48名中、わずか7名しかいないことが判明した。8月27日、U-570 は午前中の大半を、 潜水して航行していた。航海4日目ともなりひどい船酔いにかかった乗組員は、この先行で一息入れることができた。10時50分時頃に、北緯62度15分整形18度35分、北緯62.250度整形18.583度、18. 62.250-18.583の地点で浮上すると、 アイスランドのカルダザルネースから飛来し、浮上地点近海の紹介任務に当たっていた A-269 飛行隊のロッキードハドソン爆撃機にレーダーで探知された。司令塔に上がろうとしていたラームローは接近するハドソン機のエンジン音を聞いて急速潜行を命じたが、艦が完全に水没する前に4発の250ポンド爆雷が投下され、 その中の一発は U-570 からわずか10ヤードの資金で炸裂した。U-570 はすぐに再浮上し、10名ほどの乗組員が甲板上に出てきた。ハドソン機は機銃の砲火を開いたが、潜水艦の乗組員が白旗を掲げると射撃を中止した。後に A 海軍情報部門が行った捕虜となった。 乗組員に対する尋問の報告書によると、爆雷の炸裂により U-570 はもう、少しで転覆する状態に陥り、すべての電気系統が落ち、景気類は砕け、漏水を引き起こし、管内の空気を汚染した。経験の浅い乗組員は、この汚染は漏れ出したバッテリー溶液が海水と、混合して発生した塩素ガスであると信じ込み、 パニックに陥ったエンジン区画の機関員はガスから逃れるために艦の前方へ避難した。電源の回復は容易であったろうが、これを行うエンジン区画には誰も残っていなかった。艦は海中の暗闇の中で死にたいとなった。ラームローはそのまま潜水していると空気の汚濁により致命的な状況になると確信して浮上を命じた。 対空機関砲への要員配置ができないほど海上が荒れていたので、さらなる爆雷攻撃という新たに起こりうる致命的な状況を未然に防ぐために白旗が掲げられたが、潜水艦の乗組員は、このハドソン機が搭載したすべての爆雷を投下してしまっていたことに気づいていなかった。ハドソン機が上空を旋回している間に、ほとんどの乗組員は、 艦板上に止まり、援軍要請の無線連絡により、爆雷を満載した、もう一機のハドソン機と、A、第209飛行隊のプビー、カタリナ飛行艇が合流した。U-570 の乗組員は状況を、ドイツ海軍最高司令部へ無電で連絡し、無線装置を破壊、エニグマ暗号機を粉々に粉,々に粉砕して、艦の機密書類と共に、海中へ投棄した。 後日、デーニッツ提督は日記に連絡を受けてこの海域にいる U ボートに U-570 の援護に向かうように命令を発し U-82 がこれに答えたが連合国軍の空中紹介により U-570 の元には到達できなかったと記した。英空軍の語りなきから撮影された U-570 と 英海軍のトローラー船の一石平分で送信された U-570 の無電は英海軍ウエスタンアプローチ管区の指揮官パーシーノーブル提督に傍受されすぐさま小規模の艦隊を現場に急行させるようにという命令が発せられた午後の早い時刻に残念量の不足のためハドソン機はアイスランドの基地に帰討せざるを得なかった 非常に長い航続距離を有するカタリナ機は、連合国軍艦艇到着までの U-570、監視と日没までに艦艇が一隻も到着しない、場合には U-570 の乗組員に艦を放棄させてから撃沈するように命じられたが、現場に最初に到着した艦艇対戦トローラーの、ノーザンチーフ隊によりこの事態は回避された。このカタリナ機は、 U ボート上空を13時間も旋回した後で、アイスランドへの帰礎に着いた。u マイナス570の乗組員は、時間上で一夜を過ごした。ノーザンチーフからは、自鎮の動きがあれば発砲し、生存者も、海中から救出しない旨を信号で警告されていた。ために、u マイナス570乗組員による自鎮は、試みられなかった。 夜の間にさらにトローラー4隻特畜艦のバーウェルナイアガラが現場に到着した。夜明けに英軍側とドイツ軍側の間で一連の開港通信機によるやり取りが行われた。この時、ドイツ軍側は艦の不要を維持させておくことが困難なため退艦することを繰り返し要求したが、英軍側は潜水艦の乗組員が退避の際、 彼らが何の策も講じずに意に艦を沈没させることを懸念していたため潜水艦の保全と沈没を回避できることが明らかになるまで退避の許可を出すことを拒絶した。夜が明けて小型の水蒸気が上空に飛来した時に事態はさらに混乱した。潜水艦が降伏していることに気づかずに N-3PB 機は U-572。 大使小型爆弾を投下し、ノーザンチーフに、機銃装者を加えた。これに対し、ノーザンチーフも、応戦各艦と N-3PB 機、いずれにも被害はなく、バーウェルが、無線で N-3PB 機に立ち去るように命じた。天候が悪化し、潜水艦に栄光策を結びつける幾度かの試みは、失敗した。ドイツ側の乗組員が、 栄光作業を妨害していると信じられたことから、バーウェルの艦長は、機関銃による警告射撃を命じたが、不足にも数名のドイツ側の乗組員に命中して、負傷させてしまった。英軍水兵の小部隊が栄光策を取り付けるために潜水艦に移乗し、ドイツ側の乗組員は体感させられた。艦は言うマイナス570を栄光してゆっくりと、 アイスランドへ向け航行を開始し、ハドソン機とカタリナ機が常時入れ替わりながら、上空からこれを援護をした。8月29日の夜明けに、ソウルランクスホプンに到着すると、浸水が甚だしく沈没する危険が考えられたため、潜水艦は座礁させられた。潜水艦が到着した2日後に、英国から A 潜水艦の艦長ジョージ・カルビン大尉が、 U-570 の初期見分と引き上げを行うために技術総長と民間の技術者の一団を率いてソウルラウクスホプンに到着した。当時、潜水艦は原則を浜辺に横たえて右舷側にひどく傾いていた。座礁している場所は緩やかに傾斜した柔らかな砂地で南東側が完全に海に開け、 潜水艦は穏やかに打ち寄せる波により浜にしっかりと打ち上げられていた。艦内は、灯火がなく、混沌とした状態、内部タンクのグラスゲージを破って漏れたオイルや水が、大量の量食、小麦粉、乾燥エンドウや豆、柔らかい果実、衣類、シングルや、たくさんの黒パンの塊といったものとともに、膝まで達するおじけを模様させるような水たまりを、 形成していた。後に判明したことは、この間の乗組み用トイレは、食料倉庫として使用されており、ひっくり返った排泄物入りのバケツがこの全般的に、不快な状況にはをかけていたということであった。ルテナントグレーン・コールビン、RN、X、ジャーマン・サブマリニュー570、レポート・オブ・プロシーディングス・カルビンの範は証明と、不要性能を回復させることに成功。 u 570はサイド海に引き出されて、クバールフィオルズルにある英海軍基地まで海岸沿いに栄光され、そこで自力で英国まで航行できるように修理が施された。英国側は爆雷が U ボートに与えた損害が甚大なものではなかったことを発見した。いくつかのバラストタンクの漏れと燃料タンクにも少量の漏れが生じ、全バッテリーの約1。 三に亀裂が入り、艦首は歪んでいた。爆発により脱落したバルブや割れた、グラスゲージからの漏水はあったが、その他の損傷は軽微であり、塩素ガスが発生した形跡は見当たらなかった。報告書の中でカルビンは、いかなるダメージコントロールも実施された形跡がなく、経験を積んだ、潜水艦乗り組員であれば簡単に、応急修理を施し先行を、続行。 おそらく航空機からの攻撃をやり過ごせていたであろうと述べた。降伏後に潜水艦の乗組員は機器や装備品を破壊しようとした。破損した通信機と損傷した魚雷発射管制機は半ば破壊しようとした跡が残されてはいたが、その程度はひどくなかった。情報価値の高い書類も破棄され損ねており、 暗号伝文の写しや U-570 側の応答文、平文やドイツ語の文書が発見され、これらは英国の暗号解読作業に使用された。意義深い発見は U ボート艦長のハンドブックであった。これには暗号伝文の文脈や背景情報が記されていた。英国側はドイツ海軍の手続き、略語、隠語といったものに詳しくなく、 ドイツ海軍の通信を解読できた場合でも理解不能なことがあった。U-570 は修理及びエンジン、操打試験のためにハバルフィオルドで3週間を費やした。9月23日には調査のためにアイスランドに派遣されてきた米海軍の将校による綿密な点検を受け、艦から取り出された G7A 魚雷が米国側に引き渡された。 ある一点のことを思い出した目撃者によると、信号塔で、この葉、我が物なりとモールス信号を発しながら U-570 の上空を低空でこう過ごした一機のハドソン爆撃機がいた。9月29日に U-570 は、カルビン体意識の下で、英海軍の選抜乗り組員の手により、英国へ向け執行した。ソウルランクスホプンでの座長により、 センダーを損傷していたために航海は、駆逐艦、サラディンが護衛についての浮上航行であった。10月3日のバルオインファーネスへの到着は、パセニューズ社のニュースフィルムに記録され、報道機関で報じられた。この路角は、後に、英国のプロパガンダで使用された。U-110 のように、その多数隻の U ボートの路角は、 ドイツの暗号表とエニグマ暗号機を押収したことを否得するために秘密とされたが、U-570 の件はすでにドイツ国防軍最高司令部に報告されており、あまりにも多くの艦船、航空機、人員がこの路角作業にかかったために秘密保持の試みは無駄であると判断された。U-570 は、バローのビッカース社造船所内にあるカンドックに、 収められた。爆雷により損傷した艦首の修理は難航した。感覚が歪んだため、4発の G7E 電気推進式魚雷が発射管の中に装填されたまま取り出せずにいた。英海軍の魚雷、機雷調査部門から2名の将校が、魚雷抜き取り作業見分の使命を帯びて派遣されてきた。将校の監督のもと、ボランティアの造船所作業員が、 新艦の作動している魚雷を取り出せるように、ガス切断機で作業をしている間は、ドック内からの退避が命じられた。その後に、将校の一人、マーティン・ジョンソン大尉が、魚雷から磁気新艦を取り外し、無力化した。新艦は、敏感な構造であり、致命的な爆発を引き起こすには十分な大きさであったため、これは、危険な作業であった。 この功績によりジョンソンは1942年12月8日にジョージ勲章を授与された。U-570 の傾向していたドイツ海軍機の一枚はハドソン爆撃機の操縦士ジェームズ・トンプソン少佐に贈呈され、現在はイギリス空軍博物館の収蔵品の一つとなっている。トンプソンと同情の広報士、 爆撃手、ジョン・コールマン中尉にも1941年9月23日に空軍主君十字章が授与された。当初、ドイツ海軍最高司令部が U-570 の状況について知り得たことは、艦が敵航空機からの攻撃を受け潜水不能という無伝の内容がすべてであり、後に英国側の報道で露覚されたことをようやく知った。ドイツ側は、 自軍の通信の安全性を憂慮して、海軍通信部門の長である、エアハルト・メルテンス中将に、この件についての報告を命じた。メルテンスは、以下のように結論付けた。考え得る、最悪のシナリオ英国側が、U、U-570 の暗号表を確保し、ラームローが秘密の暗号鍵を白状してしまう、場合からは、 舞台に新しいエニグマ暗号機が行き渡る11月までは、通信の機密確保は危ういであろう。しかし、メルテンスは、この最悪の想定はありそうもなく、U-570 の乗組員はおそらくほぼ、すべての機密資料を破棄したであろうと確信していた。もし破棄していなかったとしても、艦長の記憶の中にある、さらなる安全策である、秘密の暗号鍵が、 英国側の暗号解読班に打ち勝つであろうと信じていた。実際、ブレッチリーパークの英国側の暗号解読班は暗号鍵を使用したさらなる安全策を見つけ出し、簡単に厄介地と呼んでいた。U-570 の乗組員は実際に搭載していたエニグマ暗号機と暗号表を破棄していたが、ドイツ側はそれ以前に U-110 に搭載されていた機密資料を英海軍が入手済みであることを知らなかった。これにより英国は1941年6月以来ドイツ海軍の暗号を解読し続けていた。英国の暗号解読は大きな妨げを受けることなく1942年2月まで続いたが、この時期に新しいドイツ海軍のエニグマ暗号機が 導入されると10ヶ月間も暗号を解読できない期間いわゆるシャークブラックアウトタイが発生した。数ヶ月を経てドイツ側は未だに U-570 の暗号表の行方を解き明かそうと探っていた。指針の中の普通の文章中に暗号を潜ませる方法で捕虜となっている U ボートのエース艦長オット・ークレッチマーに この件について報告するように命令が出されたが、最高司令部と戦争捕虜の間のこの通信手段が、連合国側に発見されていることに、ドイツ側は気づいていなかった。ラームローとは、別々に、捕虜となった将校は、カンブリアのグリズデールホールにある将校用の捕虜、収容所へ連れて行かれた。そこで、ラームローと、専任士官のベルンハルトベルンとは、 オット・オクレッチマーを含む他のドイツ人捕虜により召集された名誉法廷において臆病による有罪を宣告された。10月18、19日の夜にベルントは収容所を脱走したが、すぐにホームガードの文献隊に逮捕され、さらに逃亡しようとしたところを射殺された。いくつかの資料によるとベルントはバローのドックに存在する。 言うマイナス570わずか22マイルしか離れて、いないタイの元まで行き、何とかして、艦を破壊することにより、汚名を返上するという確固たる動機を持って、収容所を脱走したとされる。別の資料では、ベルントがハンナチス思想の持ち主や、英国側に協力的な人物を罰する残忍な、体制を敷いていた上級のドイツ人捕虜の一団から、 脱走を強要されて、これから逃れるためだけに脱走したのであり、ホームガードが自分をグリズデールホールに連れ戻そうとしていることに気づいた時に再度逃走を図り、ホームガードはベルントが警告射撃を無視した後で彼を射殺したとしている。英国側は、それ以上の同種の事件を避けるためにラームローをドイツ陸軍と空軍の捕虜を収容している、収容所へ入れた。 u 570の処遇は当初はっきりとはしていなかった。ウィンストン・チャーチルはプロパガンダ効果に加え当時は中立国であった米国を大西洋の戦いへ引き込むという狙いから u 570を修理のために米国側へ引き渡すことに乗り気であった。米国側は入手を絶望したが英海軍はこれを拒否。 U-570 は1941年9月19日にペナントナンバー N46 を与えられて HMS グラフとして英海軍に収益した。この艦はジャーマンを示す G で始まる艦名を与えられており、つまりグラフという艦名は露角艦を示していた。グラフという艦名はこの艦で実施された広範囲な試験にもちなんで選ばれていたが、 ドイツ語で白尺を意味するグラフの意味も持たされていた。洋上運用が可能になるとグラフの高校及び先行特性をあらゆる検知から測るための綿密な試験が実施された。安全潜水深度は230メートルであることが判明し、これは英国側がこの種の間に想定していた値よりもはるかに深いものであり、同時に 最大設定深度が170メートルの英海軍の爆雷の到達深度よりもドイツ艦は深く潜水できるということであった。この結果を反映してすぐに爆雷は改良された。音響特性と磁気特性は英海軍の別の研究機関で測定され、この艦を元にした模型が爆雷の効果を試験するためと思われる海中爆発の実験で使用された。 連合国側の技術専門家は、この艦の設計と建造に関して称賛すべき点が多々あることを発見した。グラフの補給類は、ゴム製マウント状に据え付けられており、艦隊への音の伝達を低減することで艦の音密性を向上させていた。建造品質は素晴らしいものであった。水中の音響装置は複雑に配された水中超音機であり、 英国の同種の装置よりもかなり優れた性能で、設計上の特徴のいくつかは、英国と米国の潜水艦でも模倣するように、進められた。この艦に対する、主な批判は貧弱かつ狭苦しい乗組員の、居住性に関するもので、これは、長い航海において、乗組員の士気を低下させる要因になった。高度な秘密とされた計画は、 グラフを元にした u b セブ7型潜水艦の司令区画、士官室、通信室の実物大モックアップ3棟の製作であった。これらは特別な水兵の一段の訓練用に使用され、この水兵により損傷して海面に浮上してきた u ボートへ乗り込むダホ部隊を編成する予定であった。これらの水兵は u ボート乗り組員が行うであろういかなる自陳の 試みにも対抗できるように、バラストタンクの操作方法を訓練され、暗号機器や機密書類を素早く探し出せるように、艦内配置を教え込まれた。1942年10月21日にオルティガル、岬の南南東約50回りのビスケ湾ワンでグラフは、U、U-333 を攻撃した。4発の魚雷を発射したが、前段が外れた。 1942年12月には、バレンツ海海戦後にからの帰路にあるドイツの巡洋艦、アドミラルヒッパーを発見したが、ヒッパーは攻撃を仕掛けられないほど高速で航行していた。その3時間後に、グラフは補助艦艇を栄光しているドイツの駆逐艦を発見し、攻撃したが、魚雷は外れた。 補修部品の不足による整備状況の悪化という不具合によりグラフは予備役に回され1944年2月に実践任務から退役させられた3月24日に廃棄のためにアレジアンスに栄光されてアバディーンからクライド川へ栄光されスコットランドのアイラ島西海岸のカウルポイント付近北緯55度48分06 秒整形6度28分30秒、北緯55.80167度整形6.47500度、55.80167-6.47500で、解没処分にされた。1947年に一部が引き上げられて、スクラップとされ、1966年に引き上げ、潜水士のキースジェソップがいくらかの残骸を、回収したが、引き上げ権に関して、 裁判沙汰になったため作業は中止された。1970年にはグラフの残骸は引き潮時にサリゴ海岸近くの岩礁の上で環境の耐圧角と潜望鏡をはっきりと見ることができた。現在残骸の残りは約5メートルの水深に横たわっている。イギリス空軍博物館に所蔵の海軍機と同様に タイプライターを含む潜水艦から持ち出された遺物がブレッチリーパークの博物館に所蔵されている。ありがとうございます。